富山県一人チーム富山の皆さんです。作品名は行政主導の EC プラットフォーム TBD です。それではプレゼンテーションスタートです。はい、どうも皆さんこんにちは。一人チーム富山の山本です。行政主導の EC プラットフォーム TBD という発表させていただきます。よろしくお願いいたします。まず1点だけ初めに申し上げたいことがあるんですけれども、本日私1人のアイディアだけで来ております。どういうことかっていうと、今からお話しすること富山県庁の公式見解ではございませんっていうのと、あとこれから計画もしていませんというところだけ、頭に入れてこの後お話し聞いていただければなと思います。でですね、またちょっと今日話すのがすごく早くなりますけども、ご了承ください。では行ってみたいと思います。早速目次なんですけれども、ごめんなさい、割愛します。で、今日のアイデアの目標なんですけれども、中小企業が単独の EC で成功するのは困難、優良大手企業富山県としてネット市場を開拓するということで、まあ、どういうことかというとですね、 EC できてない中小企業さんっていっぱいいると思うんですよ。そこを行政でなんとか救えないかなということを考えてきましたと。で、まあ、なんでそういう考えに至ったのかというと、まずリーサス見てみると、富山県内って卸売業、小売業が多いんですね。で、特に小売事業者さんが多いと。で、ただその一方でですね、県内の2人以上の世帯の消費支出って減少してまして、で、しかももちろんどこも一緒だと思いますけど、今後総人口減りますし、特に消費支出の高い生産年齢の人口が大きく減ってきます。まあ、ここ何が言いたいかというとですね、小売事業者さんがいっぱいいるのに、まあ、その回転になる県民のお財布の紐も固いし、そもそも県民というものが減っていくしみたいな感じで、県内の消費力みたいなのが今後どんどん下がっていくと。で、小売事業者さん結構厳しいだろうなと思うわけですよ。で、じゃあ小売事業の皆さん、コロナの中でどうだったのっていうのをちょっと V リーサスで見てみると、まあ見事に落ち込んでいると。で、ただ反してですね、ここ EC 消費っていうのが増加しているなっていうことが見えるんですよ。だからこれ EC チャンスあるなと思うわけです。で、じゃあ EC の市場今どうなってるのって見ると、まあ堅調にずっと右肩上がりで成長してますよと。で、しかもですね、コロナでバブル的に全年齢高齢層も含めて拡大してますと。あ、これ もうじゃあみんな EC やればいいじゃん、やった方がいいよって思うわけなんですけども、じゃあ実際どうかっていうと、県内の小売事業のインターネット販売比率は低く、 EC に対応できてないと。富山県のインターネット販売比率って 0.3% しかないんですよ。で、これ高いか低いかっていう と、人口が 0.83 で、小売業の計が 0.8% なんで、まあ多分この 0.8% っていうのがボーダーになってくると思うと、ちょっと 0.3% 低いんじゃないかな、これはなんとかしたいなというふうに思いまして、まあこういった感じでですね、データから小売業への EC 支援が必要なんじゃないかなという推察をして、最初の目標のところに至るというわけですね。で、じゃあどういう支援が必要なのかなってちょっと考えてみると、まあ、おそらく障壁となっているのはこういうコスト、ノウハウ、リソース、ブランディングみたいなところかなと個人的には推測しました。で、これに対してじゃあ具体的にどういう支援を行うのか、行政がっていうと、まあ、県運営のマーケットプレイス型 EC に商品を集めて、県がディレクションして販売したらどうかなと思っております。で、このマーケットプレイス型 EC って、Amazon とか楽天とかそういったものですね、そういったプラットフォームを県が独自に作って、そこに県のものを集めて、県がディレクションして売っていく、県が売っていくっていうことを考えていますと。で、ただこれ EC 作ってお店作りました、商品並べました、はいどうぞって、売れるかっていうと売れるはずがないんですよ。なんで一応この EC っていうところのコンセプトとしては、一つ富山県という疑似的な D2C ブランドを作って付加価値を生み出して売っていこうと。まあ、要するに富山県っていう世界観、ストーリー、その文脈で情報を発信して、その上で EC っていうチャンネルを設けて、そこで売っていくっていうことを考えています。で、この D2C ブランドっていうところを掘り下げるとものすごく長くなっちゃうので、ごめんなさい、割愛します。詳しく知りたい方はこちらの2冊を読んでいただくと非常に勉強になるかと思いますので、お勧めさせていただきます。で、じゃあですね、どうして EC 作んなきゃいけないのっていうのは分かったとして、メリットあるのか、まあ、コスト的なところでメリットあるのかっていう話をすると、僕の考えとしては100社が100個の EC を作って取り組むよりも、県が1個の大きい EC 作ってやった方がコスト効率いいんじゃないかなっていうのが私自身の見解になってます。で、しかも事業者さんにもちゃんと利益があるなと思っていて、っていうのも結局行政って利益求める団体じゃないんですよ。まあ、本当は利益求めた方がいいんですけど、だから楽天とかアマゾンが運営するプラットフォームに自力で出店するよりも、多分、利益を、適切な利益をちゃんと事業者さんも確保できるっていうところが、っていうメリットがあるんじゃないかなと思っていますと。で、まあ、そういうことを考えまして、スケジュールとか想定コストとか、あとまあ利用料金みたいなのを考えてみたんですけど、ごめんなさい、ここは要見直しだと思っています。ここ割愛します。正直ちょっとまだまだ設定がガバガバなので、要検討したいと思っておりますと。
で、じゃあ EC 作った後、中期長期どういうふうなことをやっていきますかっていうので、中期的にはですね、実は県の中に認証制度とかブランドっていうものがすごくいっぱいあったりするんですね。各県そうだと思うんですけど、そういったものをちゃんと統廃合してブランド、まあ、D2C をやっていくためのブランドをまず確立しようと。で、その先に長期的には物だけじゃなくてことも売っていこう。例えば移住体験、ワーケーションみたいなところの情報も発信していって、 EC をこの県のブランド戦略の軸において事業展開して、関係人口とかも作れるんじゃないかなということを思ったりもしています。で、その先、そういったことがもしできるように、そこまでいけば、多分その TBD っていう EC の中に統計調査とかで絶対手に入らないような富山県独自の氷のデータが溜まってるはずなんですよ。そのデータ使って、例えば、まあ、県は政策や、PR に使ったり、事業者さんは商品開発とか販路拡大に使ったりということも、まあ、考えられるんじゃないかなと思っていますと。まあ、なのでこういう TBD っていうプラットフォーム一つを作ると富山県が救われるんじゃないかなっていうのが私の発表ですっていうアイディアだったんですけれども、ごめんなさい、最後に一つだけひっくり返させてください。こんな大規模 EC ですね、県がやろうとすると失敗するに違いないと思ってます。で、どうして失敗するのって思う方もいらっしゃると思うんですけども、ちょっと説明割愛させてください。こちらの木下さんのですね、地方創生大全という本を読むと、ああ失敗しそうだなっていう共感を持ってもらえると思うので、ぜひお勧めさせていただきます。で、最後にですね、スタート地点だけ修正させてもらいます。今回のスタート地点、ショピファイなどをベースにして取扱い商品を 4,5 社のみに厳選、全員がリスクを負った疑似的な D2C ビジネスとしてミニマムで開始する。まあ、どういうことかというと、この事業をやろうっていうみんなでお金をちゃんと出し合って、ビジネスとしてまずは、EC に取り組んでいこうと。で、その成長した先に今回話したような TBD っていうものが出来上がるといいんじゃないかなと思っています。もしそういうことができれば、ちょっと時間かかってしまいますけれども、TBD が富山県を救うかもしれないなというアイデアでございましたというので、ちょっと時間が余りましたね。一つだけ言わせてください。今回のアイデア、皆さん思ったと思います。富山県らしさってないじゃないか。いや、わかります。確かにここに富山県らしさっていうものはないんですよ。ですけど、僕はそこが重要だと思っていて、47都道府、まあ、全部じゃないですけども、多分各地方同じような問題を抱えています。で、今日の僕のアイデアの話の説明で、同じような回答ができると思います。だから同じようにぜひ取り組んでほしいです。ですけど、きっと出来上がった先には違う EC がいろんなものがいっぱいできると思います。要はそのビジネスとして成功していった先に、その富山県らしさ、自分たちの独自性みたいなことはきっと生まれてくると思っております。ということで、ぜひ皆さん、いいねと思ったら実践してみてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。さあ、では質疑応答に入りましょう。ご質問はいかがでしょうか。これはまた渡辺さん、お願いいたします。ありがとうございます。素晴らしいアイデアかなと思ったんですけれども、完全に県がやることと、完全に民間がやる、県がやる、でその中間みたいな、セクションがやる、それぞれのメリットデメリットがあるかと思いますが、県全体で 100% やることのデメリットっていうのはどういうことでしょうか。県が 100% 全部、資金とかも県が全部出して県が全部やりますっていうと、一つまず県ってそもそもビジネスをしたことがないと思うんですよ。要は利益を出すために動いたことがなかなかない。だからそもそもこういった大きい事業を成功させられるかっていうと、いきなりはできないと思っていて、そこがまず、県が全てを責任を負うっていうのがリスクだと思っています。でもう一つ、どうしてもこれをやろうとすると、県のブランドとして売り出してディレクションして売り出すっていうことを考えているんで、要はちょっと事業者さんにとっても一つ別のブランドを作るような形にもなってしまうと考えていて、そこは事業者さんの理解をちゃんと得た上で、事業者さんのニーズもちゃんと拾いながらやっていかないと、県主導でってやっていくと、どんどん事業者さんをないがしろにしそうだなっていうのもあって、その辺はちゃんとみんなで一緒にやった方がいいんじゃないかなと思っているという感じです。回答になりますか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。では他にいかがでしょうか。はい、はい、木下さん、お願いいたします。はい、はい、まあ、本の紹介まですいません、気を使っていただいてありがとうございます。なんかそうですね、まあ、まあ、県で、まあ、全部やるっていうのは、まあ、難しいと言いますか、あんまり良さくうまくはいかないというのは私もそう思います。まあ、2000年ぐらいに結構この EC 関係を自治体が一緒になってやるっていうのは結構乱立をした時代があって、まあ、ほぼ
あの壊滅して終わったっていう感じなわけですけど、なのでまあ逆に今ね、あのショッピファイとかも言われてますけど、まあ、ベースとか含めてライトに皆さん始められるツールはたくさんもう当時からすると20年ぐらい経って国内でもいっぱい出てきているし、まあ、すでに使ってるお店さんっていうのもどんどん出てきているわけなので、まあ、このあたりがどんどんあの増えていくっていうことがあれば、まあ、自動的におそらく今期待されているようなあの地域外の証券とかにも出ていけるきっかけを作ったりはできるんじゃないかなと思うんですね。であとは、まあまあ、さっき言った民間の企業さんとかも当然地方とかで使ってくださる方をどんどん増やしていきたいっていう営業の意向は当然あるわけなので、まあ、県庁としてやるとしたら企業版ふるさと納税とか含めてですね、もうちょっと制度活用しながらあの県内で知らない人にある程度一緒になって、まあツールをどれっていうよりはですね、複数社一緒に相乗りしてもらって、まあ、使いたいものをしっかり使ってもらうっていう形が取れれば、まあ、あの活用の余地は広がるんじゃないかなと思いますし、まあ、個人的には富山あの美味しいレストランもどんどん増えているので、まあ、行って気づいてよかったものがその後サブスクリプションとかで継続的に富山のものを買っていただけるようなきっかけにつなげていくとか、ちょっとやっぱり実際の人の動線とこの物販をあの結びつける実数店舗と実際のリモートで物を運んでいけるっていう今のサービスの組み合わせみたいなところまで行くと、なんかもうちょっと官民連携とか公民連携でやっていくところでの裾野が広がるんじゃないのかなっていうのを今聞きながらあの思っておりました。はい、あの富山によく行きますんで、またあのお会いできることをお楽しみしております。ありがとうございます。